こんにちは、花山さん。今日は2つのことに絞ってお話をしようかと思います。まず1つは量をするってことなんですよね。どんなことも量をこなしていけば何者かっていうのが分かってきます。例えば1万という単位でやったんだけども、全く進歩がない、全く興味も湧かない、全く結果も出せないということでしたら、この方向は一定のね、諦めっていうことで方向転換できるんではないかなと思います。でも1しかやっていない、もっと言ったらね、ゼロ、全くやってない状態で、この道は自分には苦手だから、不得意だから、必要ないからという判断っていうのは正しいんでしょうか、どうなんでしょうか。これね、人にやらせる側になったら分かってくるんですよ。自分の弟子が何かね、転売でも何でもいいんですけども、なんかやろうとした時に、あんまりね、ちょっとこう、自分はこれ得意じゃないんで、このやり方じゃなくてこっちのやり方でやりたいんですっていうふうに自分のアドバイスや指導を退けることがあったら、もうやらずに何言ってんだよってことにならないかなってことですよね。そして少しやってみたね、1ヶ月2ヶ月ちょろっとかじってみた、でも結果が出ないからこの方向性間違ってると思うんですっていうふうに口答えしてきたら、お前それだけしかやってないのに何言ってんの、何がわかるのみたいなね。量をこなしてきたからこそ、量をこなしてない人の判断が拙速じゃないかなっていうふうに思えるんじゃないかなと思うんですよ。でこれを、まあ、花レモさんが今現状を自分がやってることと自分がやっていないこと、そして自分の弟子たるね、人がやっていることやっていないことっていうふうに重ね合わせた時に、あれ、人に言うほど俺やってねえなと、うん、目的のためにあらゆる手段を尽くすんじゃなかったのかなとかね、うん、自分の好き嫌い苦手不得意を避けて目的に達するっていうのは、これはプロの仕業じゃないかなと、俺はプロなのかなと、一流なのかなと思った時に、私たちは普通の人です。三流でも五流でもあるかもしれません。だから全てのルートが開けてるんだったら、全てのドアをノックしていくぐらいの貪欲さがなければ、この道でそこそこうまくいったからこれで行くんだと言っても行き詰まってる可能性がありますよね。そういう時にどうするんでしょうか。叩いたことのない扉を叩いていくしかないんじゃないかなと思うんですよ。私は例えばね、ビジネスで行き詰まった時にビジネス以外からヒントを得ることがあります。それはビジネスに全く興味がない人からのふとしたアドバイスであったり、風の香りであったり、それからハンドルを握った時の車の感覚であったり、あれ、もしかしたらこうなのかなっていうふうに全く関係ない分野からヒントを得ることがあるんですよ。これは花龍馬さんも経験したことがあるんじゃないかなと思います。例えばビジネスで何がしかの行き詰まりを感じていた時に、気分を変えるために釣りに行ってみた。釣りの経験なんて全くない、釣り糸を垂れて待っている、あれ、もしかしたらこの池には魚が泳いでないんじゃないだろうか、場所を変えてみようかっていう風な発想から、あれ、俺の狙ってるマーケットはもうすでに顧客がいないんじゃないだろうか、金がないんじゃないだろうかっていう風に考えてマーケットを変えていく かもしれませんよね。男性ターゲットのマーケットを女性ターゲットに変えてみるか、まあ、もしくはね、昔そのオタク族ってのがありました。今では秋葉系っていうのかもしれませんけども、私の中学高校の頃はいわゆるそういうオタク文化っていうのは、まあ、男性のものだったんですよ。とりわけ20代から30代の男性のものでした。でも今はですね、なんとね、40代50代の男性のものではあるんですけども、女性も多くが参加してきました。特に10代20代の若い女性です。これはもしかしたら私が、中学生高校生の頃に思っていたターゲティングでは大きく失敗している可能性がありますよね。今は10代20代の女の子っていう考えられないマーケットが秋葉系という言葉に変えて存在してるんだってことはもう認めざるを得ないかと思いますけども、当時はね、アニメやパソコン、ゲーム、これは隠れて男がジメジメっとやるもんでした。いい若いもんが。で、現代の40代50代っていうのが当時そういったものに全くマーケットの中入ってなかったんですよね。ですから今40代50代がこの秋葉系というものの消費行動にかなり出てるとしたら、20年前の10代20代こういったものが20年の時を経て30年の時を経て40代50代になっただけなので、私のような年代のものがですね、全く同じマーケットを見ているってことなのかもしれません。そして私たち40代50代が今作り出したものが
10代20代の若い女の子に受け始めている。例えばコスプレってマーケット、これを作ったがゆえに女性が圧倒的に足りてなかったんですよ。だから10代20代の女の子が可愛らしいコスプレをするとものすごく受けたんですよね、40代50代の男性に。それでいろんなマーケットに分散した女の子が秋葉系ならコスプレなら受けるぞ、しかも面白いぞってことで集中してきて、その通りバカ売れして、その中から有名人も出てきたんですよね。まあ、こういうこともね起きるんですよね。いや私はねこれね30年ぐらい秋葉を中心としたオタク文化に関わり、そしてそれを見てきたからこそ私なりに理解しているところなんですけども、マーケットはこういうふうに変わり続けてるんだなってことですよね。まあですんでね、考えられないかもしれませんけども、30年ほど前って10代20代の男性に向けてオタク文化っていうのが花開いて、そこに仕掛けてっていうのがいたんですよね。今は違いますよね。当時仕掛けられていた10代20代が40代50代になって若い女の子たちとか若い世代に向かって仕掛けている、もちろん同世代に仕掛けている例もありますけどね。こういうふうにね、一つ目、私は何と言いますかね、まあ一つ全く別の分野からヒントを得ることができるんではないかなというふうに考えてますんで、得意不得意というふうにカテゴライズせずに、まずは全てのルート、全ての扉を開いてみるっていうことをやってみてはどうかなと思います。ある一定の量をやらない限りそれは見えてこないと思うんですよ。そしてある一定の量をやろうとしたら1秒でも早くやらないといけないんですよね。 MRF をかや、迷惑ですね電話ってはい、それではね、もう一つのお話をしましょう。それは一時が万事っていう話です。この一時が万事って話、私はビジネスの話をするときに筋トレの話とか恋愛の話とか結婚観とか様々なものを出してきますよね。これはなぜかというと、ビジネスで一山当てたのが真実ならば、その攻略方法が他の分野にも生きるということなんですよ、ね、行き詰まった人がその行き詰まった方法で他の分野の攻略はできないとも思いますが、一定の成果を出したその方法が真実ならば他の分野にも生きていくと思うんですよ。私の場合は量産という方法を用いてます。量産という方法でアフィリエイトを突破してきましたし、 YouTuber としても突破してきました。ではですね、この量産という方法を筋トレに生かせないかな、つまり量をやり込むってことです。ミスタイムさんは見事量をこなすことによって体重のスリム化、そして筋肉の増強に成功しました。1年間やり続けたんですよ、私と一緒に。まさに私がビジネスを数をこなすことによって達成した、その方法を筋トレにも使ってきたってことじゃないかなと思います。そして恋愛に関してですけども、やっぱりね、一人の人に集中して一点突破、そして愛情の表現を無数にすることによって、私はほとんどの異性を凌駕することができると思います。手に入れてない段階で、相手の気持ちを掴んでいない段階でやるのを諦めれば、そこでゲームセットです。でもその人の気持ちを掴むほどに行動すれば、その行動量、情熱っていうのは少なからずその人の気持ちを動かして、振られるにしてもものすごく惜しまれて振られると思うんですよ。私はそういうふうに考えてますね。ということで、一時が万事、何かを攻略した方法、その一つを持って全てのことを攻略できると思っております。ですので、私がやった方法、アフィリエイトだけではなくってね、大学受験だけではなくって、筋トレだけではなくって、 YouTube だけではなくって、とにかく量産することによって突破してきました。そして一つ目の話題とちょっと被るんですけども、量をするからこそこの方向では無理だということが分かるんですよ。やらないで何が分かるってことですよね。やらない理由を苦手だからという言葉で封じてしまうんではなくて、苦手分野だからこそその不得意分野で勝ちまくっていくんだという意識でですね、自分が何かを達成した方法をその苦手分野で試してみるのはいかがかなと思うわけですよね。ということで、今回は2つに分けてね、メッセージをお届けしました。まあミスター M さんか、それともサロンの生徒さんに悩まれるんですったら、両方やってみたらどうですか。両方やってみて、より強烈なアプローチをかけてくる方向についていくということが、私はいい方法じゃないかなと思います。放置される人についていくんではなくて、
2つを同時並行して最も自分がこっちだなと思えるまで2つにがっぷり付き合っていくっていうことですね。どうでしょうか、うん、私はねこれを例えれば野球部とサッカー部を同時に入部して1年後に自分はどっちに居続けているのか、そしてそれぞれのチームメイトは自分をどっちの方がより強く欲しているか、自分の成功をより強く念じているかってことを見比べていこうかなっていうふうに思いますね。ですので2人3人どれに行こうかなというふうに悩むコースが2つ3つあるなら、まず第一歩は全部ですね。そしてやりながら比較するということでございます。はい、これはねそうしてくださいってことじゃないです。私が花屋龍馬さんの立場ならそのようにする、そして私の人生はすべからくそうしてきたってことですね。何かの参考になれば幸いでございます。それでは失礼します。